昭和の高度経済成長期、住宅公団などによって大規模な団地が次々と建てられました。中流社会の象徴ともいえるその団地に今熱い視線を送るマニアたちがいます。今夜の特集は、消えゆく団地に燃える若者の姿を通して日本の今を考えます。大阪市内のイベントスペースに100人近い若者が集まりました。もうみんなとにかく目に焼き付けてください、団地の美しさを。やっぱね、構造型を見るとね、思うんですよね、ポッとね、うん、熱っぽく彼らどこでも見かける集合住宅、団地の話です。なんか可愛いですよね。サイズもちょっとちっちゃかったりとか、合理性をこう追求しすぎてなんかこうキッチュになって面白いなって。今全国の団地を訪ねる団地すごいな。その一人、辻野健一さんは元はといえば鉄道マニア。一人暮らしの部屋を探し出したのをきっかけに団地マニアになりました。屋上にブランコとジャングルジムがあって、なんでこんなもんあんねやろうと思って、身近にたくさんあるものなんですけど、身近にたくさんあるものの中で得意なもの、こうそこしかないものがあるところじゃないですかね。今となっては古ぼけた建物のどこに惹かれるのか。辻野さんたちマニアが最も燃える聖地が東京の赤羽大団地です。東京オリンピックの前年1963年に当時の住宅公団が開発しました。建物のバリエーションが豊かだといいます。おお、ありましたよ、ドドーンと。神だ。団地マニアが神とまで言うスターハウス。星の形を連想させるその作りは現在の集合住宅では考えられないデザインです。ないですよね。もう少ないから33年当時は効率よりもまずは形とかね、そっちにこだわって。そして次は大阪市内にある河原町団地。ここはマニアにもあまり知られていない穴場だということですが、外見は住宅には見えません。しかし一歩足を踏み入れると、部屋が建物の中の吹き抜けを囲むロの字型になっていて、香港の空論城を思わせる雑然とした雰囲気と濃密な生活感に満ち溢れています。これは生活を外部に見せないという知恵から生まれた大阪の公団団地特有のスタイルだといいます。なんか多分もう夕飯の用意とかしてると思うんですけど、なんかいい匂いがしますし、なんか愛おしい空間というか、そういう団地は戦後の住宅不足を解消するために1950年代から建てられました。水洗トイレやダイニングキッチンなど洋風で当時としては先進的な設備を誇りました。住みよい家庭を作り上げていくこと、それにはお互いに利害を一つにする団地での社会生活を抜きにしては考えられません。家賃も高く簡単には住めない庶民の憧れだったのです。しかし時は流れて団地は古びてしまいました。老朽化した団地は時代に取り残され次々と消えていっています。だから団地マニアは燃えるのです。しかしマニアの視線の向こう側では住民たちが深刻な問題に直面しています。子供はこの団地は少なくなりましたよね。年寄りばっかし、うん、もう置いてきぼりになっちゃって住民の高齢化と孤独な生活です。2001年千葉県松戸市の時和平団地で一人暮らしの59歳の男性が亡くなっているのが見つかったのは死後3年が経ってからでした。その後もこの団地では3年間で21人が孤独死していたことが分かりました。
何人ですか今、ね、ゴミの量とね、亡くなった人の量違うな。あ、今、常盤平団地の住民たちは一人暮らしの高齢者の部屋を訪ねて回る見守り活動を行っています。ここから追い出されたらもう行くとこないですよ、やっぱり。だからここ大事にしてね、みんなでやっていこうということで、みんなの知恵で支えるものは支えていけるやん。今年、団地という視点から1970年代の社会を考察した本が出版され話題になっています。秘密基地、この入り口なんです。著者で政治学者の原武さんは少年時代を東京郊外の滝山団地で過ごしました。あ、これ僕のだ。これそうです。メンバーを書き、何のメンバー？ここの基地を利用できるメンバー。同級生の多くが同じ広さ、同じ間取りの部屋に住み、親の収入もほとんど同じ。団地という空間はみんなが平等という戦後民主主義の理念を体現していました。新しい未来、輝かしい未来、戦後の社会の一つの理想というものがこれからこの団地で営まれていくというですね、ここに住めてよかったなっていう、すごくなんかこう晴れがましいね、気持ちだったことをよく覚えてますけれども。その一方、原さんは本の中で団地の小学校が平等性を追求するあまり、子どもたちが同じ価値観の下で管理されていくいびつな面を描きました。本当はもっと子っていうものから出発していたはずなのに、子よりも全体、あるいは集団、あるいは自由よりは平等で、そういう価値を非常にやはり重視した教育だったんじゃないかと思うんですよね。そして今、中流の象徴としての役目を終え、マニアの鑑賞の対象になった団地。原さんはそこに日本社会の変化を重ねます。平等性の神話っていうかね、それがそのさっき言った戦後民主主義のなんかこう夢っていうものを実現していたっていうところがあって、でそれが逆に今完全になんていうか破綻してしまったわけでしょ。でそうするとだったかそうではなかったと、こういう時代があったと。素晴らしいですね、本当に。芸術、なんかアートです。マニアたちが団地に燃える風景、それはこの国が失った何かを求めている姿なのかもしれません。あまたある団地の中で意外にこの先見性のある建築っていうのがたくさんあるようなんですが、でもそれ以上に見てるとなんか風景に馴染んでるというか、落ち着くなという気がするんですよね。私団地住んだことないんですけどね、そういうふうに思いますけど ね団地マニアの人たちは明日は今より必ず良くなるという、あの高度経済成長の時代に憧れがあるのかもしれません、はい、ただ都市機構によりますと特に若い世代の入居者が増えているということではないそうで、まあ、解消することと住むことにはまだギャップがあるようです、はい。